お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちら元祖 2.6 を使ってみたということでですね、こちらねもうクララをやってるプレイならもう誰しもが知ってるだろう 2.6 オグデッキを今日はねやっていこうと思います。まあ、僕はまあホグを使わないことはまあないんですけども、26はねやっぱ全然使わないんですよ。そう全然使わないけどやっぱクララねではやっぱ一番使われてるってよく言われてて、本当も人気デッキ、大人気デッキなんですよ。そうまあなんでねちょっと今日は26をねやろうと思います。どんぐらいできんだろうな、雰囲気でね頑張ります。でアイスピとかはぶっちゃけファイスピとかあと LSP とか、まあ正直ね LSP とかファイスピの方がアイスピよりはいい気がする。なんかアイスピってなんかねむずいっすよね。そうアイスピ使うなら LSP でいいやろっちゅうなんかすごい思うんですけども、まあ一旦やろって。俺はホグとミニペッカかぶったら激アツっすよマジ。さあスケで守れてワンチャンフリーズ、おい。で、今回の相手が、スパちゃん。で、スパーキーに対しての守り方はね、ファイボです。はい。ファイボをね、うまい人すぐ回すんですよ。そう。まあ、2倍タイム入ってないんで、ファイボ打つのはあんま良くないかもしれないんですけども。まあ、ええやろ、つって。で、大砲置いて、マスケ置いて、やっぱ環境壊れなんで、ね。よいしょ。で、大砲が強いと。やばい、お願い、やめて。にゃー、まあ多分これも全てあれです。ファイブ打ったのが悪かったかもしんないですね。どうなんだ、ちょっと待って。あのね、2倍タイム入ってると絶対スパーキーにファイブ打ったんですよ。ファイブウッドぐらいで落ちるか落ちないかぐらいの感覚だって気がするんですよね。本当にね、にわかすぎてガチでわかんないんですけど。まあさすがにこれは神相性だな。だってガゴムレ5打ってコウモリねなんかアイコラあるし、スパーキーの打ても無限にあるしっていうので、さすがにこれはね負けれないっすよね。さあ5打ちます。5打ってなんならホグも飛ばしちゃった。これ飛ばさなくていいな、どうせカウンター来るし。うん、まあええや。さあマスケを右下に置きたかったけど、まあ、いいでしょう。さあザップを打ってくる。お前殴んじゃねえよ、痛すぎー。さあいってらっしゃい。ちょっとね美しくないんですよ僕の 2.6 申し訳ないな。おらおら、いやいいぞ、いいスピリット。なんなら右サイミニピ一発強できるっすね。よいしょ、ファイブ打って、これマジでやばいな。あ待って、これちょっともったいないですね。まあでもアイスピもあって、犯罪やんマジ。防衛硬すぎやろ。まあ、何が強いでこの大砲ですね。先置きしとけば何とかなるんだよ、マジ。さあ、ジャイオにマスクをして。もうね、もう前に出てる、出てる、それ。ちょっと怖かったらね、ファイアボトル打って。よいしょ。やばいです。よいしょ。おにょーい、もう勝っちゃえねん、勝っちゃう。なんでもね。スパイキーかぶるよ。待ったんかい。お結構入るぞ、あれめっちゃ入るぞ。もう一発、あーもう一発いかないか。いやワンチャン逆も来そうでしたね。マジさあ両サイね受けながらいいんじゃない？ここにガゴムレ、こんにちは。あは、今ガゴムレが当たるともううまーってなってたな。まあいいや。さあ、いや陸行きがね多すぎて、多すぎだし、マジで 2.6 結構最近美味しい思いをしてるんですよ。そう大砲強化で、あとマスケ強化で、
まあ言うてそんだけだけど、結構でかい。もうメインオブメインがね、強化されてるんで、やっぱホグはね、マルチ上位も毎シーズン安定していますし、まあ、やっぱなんだかんでいいカードですよね、ホグはさ。大砲よこせって言ってんだろ。よいしょ。まあ、ファイブを使ってでも耐えた方がいいですね。ホグ対決なんで、まだ大事になってくるのは、アイゴレホグですね。結局、2周目。1周目ホグ短期で飛ばして、2周目をバスケアイスピで回しながらのアイゴレホグを出回すと、結構カードサイクルが良かったりで勝てます。さあ、ミラー対決のクエイク VS ファイブなので、結構しんどい。結構しんどいけど、勝っちゃええねんちゅう。あちゃくいやないか、しかも。ゴリゴリ嫌なんやけどな。まあ、ハイボ削りっすね、どっちも。さあ。こうクエイク来たタイミングなんで、結構いい。いや、アイスピでよかったかな。いやー、でもいいウッドなはず。よいしょ、オッケー。さあ、相手がね、結構無理にクエイク打ってきたのが良かったですよ。次は、多分、スキャアイスピで対応もあるんで、ピョピョンって回します。なんなら今の間に回しといてもいいですね。ここでホグ来ても安心安全と。いや、マジでね、あちゃくい。あちゃくい強いって。ファイブ打ってばいいんだよ。よいしょ。で、アイゴレ置いてあげて、うん。まあ、相手がホグ出した瞬間に俺もホグ出せば、相手は絶対クエイク打たないといけないんで、そうなるとね、結構良かったりします。いたよね。あとは、俺は低めマスケが強いんで、止めますけど。やばい、待って。唯一の負け筋漂わせてる。で、どうせ対応、あ、キョスケだったんだ。あー、避けてくんね、しっかり。いやー、家らしく延命していくよ、もう。この煽りはどっちだ？勝ったと思ったのか俺に。さあ、いらないウッドをしつつ、ダメージは負けています。でも煽ってくるのでしばきたいです。いや、マスキー一発殴ったのでか。あれ、バカ刺さるんじゃない？あ、マスキーバカ刺さってる。にゃはは、やべえこれ。うい、アイスピ強い。やばい、あちくやばい、あちくやばい、あちくやばい。グッドゲームっつっとくか。ちょっと冷静ね、マジでめっちゃ確実に守る。さあ、でこっからはもう 2.6 ホグといえば呪文削りですよね。回転早いんだから、早いんだからつって、もうゴリゴリいって、しっかり戦ってくれよ、アウルムラ最後までよ。おい、グッドゲーム。いや、いいんじゃない。 2.6 ホグまだ使い始めて5分でね、2連勝ね、良すぎぐらいの結果じゃないですか。あれでエレジャーでしたよ、これも。名前レイジ入ってんな、スパーキーか。うちのスパーキーは一緒。わお、早いね。みんな動くのが早いね。さあ、一旦大砲か。これは別にクエイク撃たれても2周目もあるんでね。なんせこの敵 2.6 分なんで。さあ、回して。え、めっちゃいい位置のアチクイなんだけど、待って。ガチでやばい。まあ。耐えれるのは耐えれるんだけど、これやばいかな。ミラー入ってるとさ、もう来るよね、これ。エレジェイター着衣しか出してなくない？あ、ライト打ったか。あ、よかったよかったよかった。さあ、26はエレジェイに対してね、別に相性はそんな悪いわけではないので、
いや、なんだこれ。やばい、あのコーンがやばい。すごいぞ。やばい、こっち来い。イーブー。まあトルネーズ。あはは、そういう感じね。そういう感じね。あとお散歩や。いやもうヤクザ、ヤクザ立ち回りが。これだってコウモリしかいないっしょ。コウモリか着衣か。マジでホグ乗せ毒だなこれ。でもエレジャイと同サイドになるのが嫌なんですよね。よし、あ、しっかりミニピッカまでいるわ。エリババミニピエレジャイっていう。これコウモリ来たら先行してくれる。うん、よしよしよし。まあ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 、さすがに勝ちたよね。ちょっと怖いけど攻めちゃう。ちょっとどころじゃねえ、めっちゃ怖え、これガチで怖え。あ、でもアイスピも強いしね。トルネ使ったからしっかり攻めてあげて。あ、着衣、いやこのさ大変だわ、相手のこの陸をいちいち受けるの。これトルネ絶対来るっすよ。いや来いや、そりゃこれ殴んねえだろ。いや殴るよ、全然思った通りか。でさ、まあ、これはライトニング打たれるんで、この間にカード回したいっすよね。いやマジ26回転早すぎ。これで守れるんですよ。でマスケ出すとトルネードを誘えます。おお、トルネ来ます。守れると思ってるんで、ここでホグを飛ばしました。守れるかは分からん。いやーでもいいんじゃない。これさ、どうせエリババでしょ。エリババされたらエリジャイ出すんでしょ。ケツエリジャイかぶれ。足前でした。足前かぶったらもうやばいでしょ。でまあ早め出しておくか。でアイスピでこれ凍らせてあげるのマジで強いな。アイスピがあってこんな輝くことマジで、相手にエリシャがいる時ぐらい。あー、気づけばもうほぼ呪文圏内ですね。ウッドってことによって一発。おい、いいとるね。まあ負け数字減らすならマジこんなんファイボスよね。よいしょ、ウッドで回して回して回して。ヤンキーか。いやマジヤンキーに見えるんだけど全然余裕。なんならこっちも延命してあげるっていうね。さあ完璧すぎる。まだ 2.6 億使い始めてね。まあ昔マジでなんか遊びとかでしかやっぱ使わないですから、真面目にね。いや、いいんじゃない。なんか、だんだんとなんか慣れてきましたね。初戦よりもなんか、動きにキレがね、ある、もう、仕上がってきてる、26。楽しいね、でもやっぱこういう高回転は。また、大型に対しては、マスケ出した瞬間に攻めトルネードが来やすいので、まあ、それを見計らってね、タイミング合わせてオグとか飛ばすと意外といい感じになる。今やってて思うのは、着衣がすごい嫌です。まあ、ゴルネも嫌だろうな、こんな。たま暇なんで、ウッド回しながら。うん。さあ、着衣。ドリルで、ダクプリカ。いや、めっちゃ知らん。うん。見たことないこんなデッキガチでガチで知らんデッキ来た。ドリル神器に圧着入れたのかな。やべえ、めちゃくちゃ変な位置のスケルトン謎じゃない今の位置。やべ、ペッカって書いてんな。ペッカ入ってんのかな。入
入っててもおかしくなそうだけど、低めマスケがめっちゃ強そうだな。で、あれさ、ファイブスラが正解だと思う？多分不正解なんですよね、これ。どうなん？ 2 倍タイムとか入ってたらいいと思うんですけど、1倍タイムでね、このファイブはね、良くない気がするけど、打っちゃう、俺は。いけっつってんだろ。あ、ちょ、食い。また大砲置いとけばいいんだよ。大砲マジで基本的に置い、先に置いとけばなんとかなるっすよ、マジ。強いんだよ。あれ。やばい、待って、これウッド使った方がよかった。思ったより守れてねえな。まあ、サイドはどうせなのがいい気がするけど。一旦大砲置いて。いや、こうなってでも逆か？こうなったらなんかどうせ守れない気がしてきたね。圧着のスキルを使わしたい。耐えてる。いや、耐えてはいるぞ。意外としかもダメージ燃えついてんな、これ。悪くないぞ。ファイブってなかったな、今。怪しいファイブ。マジ、圧着いだけ。さあ、落ち着いて大砲を置いて、一旦大砲。いやー、まあ、帰ってきちゃった。これ入ったら負ける。あぶねー、ちょっと待ってよ。これちょっとやべえな。エレキ。なんかかぶれ。ヤンキーホグ一発入るね。守れ守れ守れ、耐えろ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 。おい26壊れ、ファイブ壊れ、ウッド壊れ、大砲壊れ、ウッド壊れ、いい舞台よこれか。さあ、非常にね、もう必死ですよ、こっちも。決して美しくはない勝ち方かもしれないんですけども、いや、もう楽しいな、26。こんぐらい勝てるとね、あんま美しくはないけどね。もうちょっとね、やっぱ上手い人たちはね、すべてに意味があるんですよ。そう、スケとかアイスピとかも、なんとなく出してるようで、なんだろうな、ゴブドリ警戒であったり、何かの延命だったりとか、完全に無駄がないわけなんですよね。あの、これはもうあの、毎回、初手対応、おー、やばい、やばい、え、これ、切れていい？ラバじゃねえし。名前、ホグに改名せえよ。初手ホグザップって、おい！おい、おい、おい。痛いって、ガチで。なんでこんな理不尽にダメージ受けなきゃいけないんですか、最近、私は。さあ、ダクプリ。いや、これまたちょっと特殊なできましたね。もうこれね、アイゴルでさえ延命してあげるっていう。いや、両タワーから攻撃されんやないかーい。さあ、まあ、ここはちょっと大砲置いちゃいます。うん。
もう許容です、言いたいです。やばい、待って、やばい、おやめやめろ、骨、骨がやめて、骨。わあ、痛いなー。ちょっと待ってよ、でも相手呪文なさそうなんで、頑張れば延命もできるし世界は変えれる。これでミニペッカくるんですよ、これ俺の予想は。いやーもう完璧で、このホグを10発、ね、ザップやめて。え、ガゴが来る、ファイボ、あーフリーズだけで守るタイプか。いや、でかでかすぎまして、勇者本当に煉獄さんやん。もう必死で必死で最後まで俺の命途切れるまで戦うぜ。ナイス、煉獄豚野郎と名付けるぜ。で一旦逮捕で祈るか。あ、やべえ、逮捕の位置が変なのを気にしないと。さあどうしようかな。まあ多分相手はね、左を攻めたいと思うんですよ、こんな。そりゃそうなんだよ。でフリーズもあるんでね、しっかり警戒していきます。でこのタイミングでも僕はブーを飛ばしていきます。いやー、いい、煉獄豚野郎、いけいけ、いいやん、いいやん、マジで豚かっこいいな、一発一発殴るの素敵。本当に煉獄さんに見えてきた。逮捕置いて2周目回します。もう2周目しか今年考えてないです。で謎に高い位置です。おい、よいしょ、からの相手が警戒してんね。こういうのね絶対延命です。相手が調子乗ったところを私は攻めます。ウッドを添えてピン。あれ、ちょっと待って、ホグ仕上がってんな、なんか今バチコリいいぞ。でも、ね、左サイドなんで理解して。あー、これ来ましたよ、煉獄さんのお怒りタイム、ファイボ削りです。はい、え、あれ間に合うかな、マジ10万のダメージさ、覚えてないのガチしろ。いや、でも大丈夫。どうでもいい。適当に守れたらいいんやろ。7やん。ラッキー7やないか。ええやん、ええやん。さあ、あなたホグに改名してください。初手ザップホグに改名してください。お願いします。さあ、ということで、まさかの26無双ですね。トロがちょっと上がりました。が400位ぐらいですね。まあ序盤なのもあるんですけど、ホグやっぱいいですね。まあ26はね、やっぱ極めがいがありますし、もうほんとクララを代表するデッキでもあるので、まあ、ね、触ったことないよって方もね、ちょっと触ると意外と雰囲気ね、なんとかなるものですしね、楽しいんで、ちょっとぜひ皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。